そろそろ編集するか。なんかいる、絶対なんかいる、完全にお化けだよ。俺のリトル中澤もそう言ってる。誰？答えるわけないか。かといってこのまま仕方なんてできないし。中澤よ。ん？この声は中澤よ。まさかリトル中澤。いかにもタコよ。わしがリトル中澤じゃ。お前のわしを呼ぶ熱い思いが股間から脳にかけてアナフィラキシーショックを発生させてわしの声が聞こえるようになったってわけじゃ。中澤よ、おそらくこのお化けは喋ることはできないが動くことはできるのであろう。ここは一つあやつにノックをさせるのはどうじゃろう。ツンツンすな、ツンツンすな、股間ツンツン男かお前は。ノックですか？そうじゃ。あやつに質問をして、イエスなら1回、ノーなら2回ノックをさせて、あやつがなぜここにいるのかを探るのじゃ。なるほど。さすがリトル中澤、威勢がいいぜ。そこのあんた、俺は今からあんたに質問をする。イエスなら1回、ノーなら2回ノックをして答えてくれ。よし。動くことはできるってわけだ。じゃあまず、あんたは一体何者なんだ？おい中澤。おい。なんだよリトル中澤。お前はバカか！イエスかノーで答えろと言ったそばからイエスかノーで答えられん質問をしてどうするんじゃ。確かにな。じゃあ質問を変えて、お前は男か？なんだ男かよ、つまんな。じゃあもういいわ。おい中澤よ。おいおい。なんだよリトル中澤。お前はバカか。なんで男ってだけでもうどうでもよくなるんじゃ。男の娘と書いて男の子の可能性もあるじゃろうが。確かにな。じゃああんたは男の子か。なんだただの男かよ。んだよただの男かよ。もういいわ。泣いたおいリトル中澤。おいおいおい。くそあんな野郎、泣いて消えやがった。結局何にも解決してねえじゃねえか。どうすんだこれ。なんだよ。もしかしてあなたただの男ですか？そうだよ、俺は普通に至って健全な男だよ。マジか。風の噂でこの家には男の娘と書いて男の子が住んでるって聞いたから来たのに、ただの男かよ。誰だよそんな噂流したやつ。まあいっすわ、男の子じゃないなら俺帰ります。お邪魔しました。ああもう二度と来んなよ。来ねえよこんな家。ああせっかく早くしたのにな。もう帰って二度寝しよう。さて久々に男の子のエロゲーでもやりますか。よいしょっと。喋れんのかよ。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。